僕が昔実況していた地球系のサーバーってのが、これ、ラースサーバーだな。まあ、最近はめっきりこのサーバーにも参加していないんだけれども、でしたらば、なんか、別のサーバーがあってさ、それが、ララアース。地球を再現したサーバーらしい。こっちがラース。こっちがララアース。違いは、ラが一個多いか少ないかの違いだな。あと、アがあるかないかの違いだ。どこがどう違うのか、このラース系サーバーソムリエであるゴッドコウタンに、ちょっと味見させていただきたいと思います。それでは、ララアース、いざ、なんだと?こんにちは。私、ゴッドコウタンと申します。うわ、めっちゃ人おるじゃん。ララアースにはたくさんの人がいるみたいだな。ラースサーバーと同じような見た目をしてる。こんにちは。うわ、やばい、どうしよう、泣きそうだわ。メダースサーバーと違ってっていう言い方はちょっとあれだけれども、民度がやばい。ヤコさん、新規さんよろしく。あ、新規さん、こんにちは。新規さんよろしく。何でも聞いてね。なんでこんな、ああ、優しい。よし。こんにちは。新規です。だまだまだま。新規です。初めて来たんですよ。やべえ、このサーバー新規勢にむちゃくちゃ優しいよ。ありがとうございます。このサーバーは一体どうやってやればいいのかな?スラッシュメニューコマンドのワープから地球に移動ができるって。なるほど。あ、ほんとだ。地球に移動できそうだな。プロフィール、職業、ショップ、ワープ。ほー。エンダーチェスト、待って。え?ダイヤ?マジ?ありがとうございます。そんな、入っていきなりそんなたくさん見つがれちゃったら、自分の力でサバイバルできないよ。ありがとう!ありがとう!やばい!誰?ほほほほ。あー、入って間もない赤ちゃんの状態だっていうのに、フェラーリを買い与えたられたのような感じだ。ポリス強化 5? 修繕耐久さん?ちょっと待って。僕、自分で一人で、真面目にサバイバルやろうとしてたんだけどな。まあいいや。ありがとうみんな。どうもありがとう。やべえ、クソ嬉しいよ。不死の塔ってもうバカみてえにもらってさ、ゴッドコウタ。ちょ、待って、バカ。そんなね、見つがれてばっかりじゃ、僕自身が集中できないからな。まずは、このサーバーがどういったサーバーなのかを把握する必要がある。とりあえず、もらったアイテムはエンダーチェストの中に入れておこうか。他のワールドとか行って殺されたら元も子もないからな。じゃあ、僕、地球の方に行ってみたいと思うので、そんな悪いっすよ。悪いっすよ。まずは僕、サバイバル普通にやるので、もし困った時は、ちょっと皆さん、お願いしますね。マップってところだよね、確か。ワープか。ワープで、東京、バンコク、パリ、あ、世界の首都にテレポートできるんだ、これ。いいな。ラースサーバーは、初期にスポーン地点からスポーンするのにわざわざマップクリックしないといけなかったんだけど、これは自分の行きたいってところにピンポイントでテレポートされるわけだから、めちゃくちゃ便利だな。なんか比べてばっかなのはちょっと嫌だな。地球サーバーランダムテレポートってあるから、いや、ランダムでテレポートする前に、まずララアースサーバーでみんながやってる国とかの様子を見てから、どういった国のやり方が正しいのかみたいのをね、まずは見てみたいと思うわ。ということで、テレポートしたのはこちら、東京都ですね。ララアースサーバーの東京はどんな感じなんでしょうか?見たところ、なんか、普通だな。確かに東京って言えるほど発展はしてないけれども、まあでも街として、なかなか面白い。マンションがある。ワープパッド仙台。え?仙台に行けんのこれ。うれ、ほら。テレポート要求は120。テレポート要求強化するには、やったらいいのか。これでいいのか?あ、誰かさんが僕の元に TP してほしいっていう風にリクエストしたのか。小石。化合物。古くから火薬の主成分に使われている。待て、このサーバーもしかしてさ、鉄砲撃てるってこと?この人に聞いてみようかな。このサーバーって、鉄砲作れるんですか?ちゃんとね、初めて来たから、敬語で行かないといけないからな。作れるけど、まだ未実装。なるほどね。まだ未実装か。あー、オッケーオッケー。うわー!いい装備だな、これ。エンチャントのセンスが。
ピカイチだ。あなた僕にいいことしてくれたから、僕あなたのことそっと信じたいと思うわ。写真撮っていいですか？どうぞ。あなた僕にいいことしてくれたからね。いいことしてくれた人に対してはいいことを仕返す。これがゴッドコータンのボットってやつだな。カシャー。また人が来た。このサーバーって、ネザライト系の装備持ってる人が基本的なんだな。ちょっと待って。待って。僕、やばい。このサーバーってプレイヤーキラーとかいねえよな。いないよな。なんか怖くなっちゃうんだよな。こういうところ来ちゃったらさ、誰かに狙われてる。うおぉ！誰かに狙われてるんじゃないかって思っちゃってさ。いや、でもなんかそんな気はしないような気がしてきたわ。なんかこのサーバーでさ、僕結構な装備いい感じのプレイヤーになっちゃったんじゃないの？このまま国とか作っちゃう。あ、またテレポートしてほしいって人がいたからテレポートさせてもらおうかな、これ。やっこ。鉱石。樹木の樹脂から化石化したなんとかかんとか、アイテムの交換用に使えるのか。難しいアイテムとかがこのサーバーには多いみたいですね。ちょっと撮影外とかでこのララアースの構造というか、ルールというかを把握する必要がありそうです。アイテムくださった皆さんどうもありがとうございます。メニュー見て。エンダーチェストその場で開けるの？くっそ便利じゃないですか。多分このサーバーにもさ、スラッシュモニーっていう、あ、お金のシステムあるよ。これでお金を手に入れて、で、もっと強い剣欲しい。欲しい。まずいな。僕このままだったら、乞食になっちゃう。じゃあもらったこのダイヤモンドとかガチガチに使っちゃう。おーいしょー。え？天才か？あなた、僕さ、このサーバーちょっと遊ぼっかなって思ったぐらいの軽いノリで入っただけなんだよ。でも君みたいなすごく親切な人に出会えたおかげで、このサーバーでの生活がより楽しみになってきたよ。本当にありがとう。ツルハシしかなかったんですけど、ツルハシいりますか？欲しい。ください。やったー。めっちゃアイテムもらった。僕ってばなんて幸せもうの。初心者だけどさ。おもちゃ。エンチャント瓶。松明。サバイバルの基本的なセットですね。ありがとう。お、シャベル。おー。あ、火薬。あ、本。僕の国民にならないか？僕の国で働かないか？君。ちょっと、テルコマンドしてみようかな。どこかの国に所属していますか？と、一応ね、聞いてみようか。聞いてみないことにはな。わかんねえ。無所属だったらワンチャン僕の国民に引き入れたいところだよな。あ！ 50 ドルもくれた！嬉しい！ちょっと、あ、戻ってった。びっくりした。殺されるかと思った。え？おたまじゃくちしに攻撃されてる。所属化してんのか。なるほど。大丈夫か？ペットに攻撃されてんぞ。このサバってペットとかあるの？やべえ、楽しすぎる。ちょっと、じゃあね、一旦、そのハブに戻るわ。基本的なコマンドってあるぞ。メニューを開きます。世界各地にワープ。ログインボーナスを受け取る。おー、ショップとか、あ、ここでコマンドちょっと見れるじゃん。なんて親切設計。全部スクショしとこうぜ。ジョブに都合。国に所属しよう。国に所属しよう。あ、国作れるみたいだな。じゃあ、ジョブに都合ってやつやってみようかな。ブローウェイ。使用可能な職業を一覧ね。木こりって職業は木を切ったりするとお金がもらえる。鉱夫は石系のブロックを掘るとお金がもらえる。戦士はモブを倒すこと。建築家は建築をする。なんとかは土をやると。なるほど。それぞれの職業に見合った行動をすることによって、その職業の、お金をもらうことができるってことか。へえ、この中だったら、石を掘ったらお金がもらえるってやつが一番コスパいい気がするんだよな。でも僕としたらね、モブ倒した方が楽しいと思うんだ。だから、今ついてるジョブズってやつ、一旦ね、抜けるわ。もともと3つぐらいの職業に僕がついてたのか。じゃあ、漁師の職業一旦外して、スラッシュで、ジョブ、ジョイン、ハンター。おーおー、ハンターについたわ。どうも、ゴッドコーターハンターって仕事についてみました。よろしくお願いします。じゃあね、
一旦ここら辺のコマンドは一通り見てみたので、新しいところへと。待って、ログインボーナス。嘘、ログインボーナス獲得？なんて太っ腹なんでしょうか。ログインガチャって何に使うんだろうな。これかログインボーナスガチャ。ピン。これで真ん中にあるアイテムを僕がもらえるってこと？ラインナップめっちゃ豪華じゃない？ただログインしただけでこんないいもんもらえんの？いいな。じゃあ、序盤だからな。ダイヤモンド欲しいわ。いや、ここは金かな。やっぱダイヤで。いや、ステーキだ。よし。食料には困らないと。結構いいな。初心者にも優しいわ。ってことで、今回ララアースっていうやつをちょっとだけ遊んでみました。次回から本格的にやってみようかなとは思ってるんだけど、もしこのサバイバルのサーバーのシリーズを続けてほしいなって人は、コメント欄か高評価でお願いしますね。ってことで、今回ここまで。チャンネル登録と高評価よろしく。バイバーイ。カシャー。ヘルメットが外そう。カシャー。いいね。空気が読めるわ。